定例記者会見を始めさせていただきます。本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。進行を務めます営業戦略課長の渡辺でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日視聴リリースは、資料では4件となってございますが、1件追加で資料を開示させていただいております。資料はですね、資料1、令和4年度市民アンケート実施結果について、資料2、深蒸し菊川茶リブランディングプロジェクトについて、資料3、深蒸し菊川茶産地ツアー造成事業について、資料4、茶畑の中心で愛を叫ぶ菊川茶葉中計画進行中、それから補正予算案の追加提出についての5件となります。それでは長谷川市長よりご挨拶と、引き続き今申し上げた件についての話題提供をさせていただきます。市長お願いいたします。はい、改めて皆さんおはようございます。よろしくお願いします。本日お忙しい中の定例記者会見ということでご集まりをいただきましてありがとうございます。まずは先月の20日からですね、23日にかけて、市内に大変広い範囲で発生しました、水道水の、断水や水圧の低下につきましては、大変多くの市民の皆様方にご不便とご迷惑をおかけしました。記者の皆様におかれましては、各メディアにおきまして市の対応状況や、応急給水の情報等をお取り扱いいただきまして、市民の皆さんへの情報提供に、ご協力をいただきました。本当にありがとうございました。ご存じの通り、破損していたのは西方地区の東名の側道沿いの、水道管でございます。通常は水道水が漏れますと道路の表面から溢れ出すというのが常でございますけれども、今回は漏れた水がちょうど道路の下側に管路というか、水路があったということで、その水路を伝わりまして透明を横断して、大きな水路に流れ出ていたということの中で発見するのが非常に困難な状況でありました。22日にこの辺りを毎日散歩している方が、水路を流れる水の量が普段よりも少し多いと、少しではない、かなり多いと言ってたんですかね。それでちょっと濁っているって言ってたですで、それに気がつきまして知り合いの水道業者さんに連絡していただいて、その業者さんが市に連絡してくれまして、うちの方に水道課がそこで動き出しまして、塩素反応ですね、よくカルキーと言いますけれども、塩素反応があるということを確認できまして、漏水箇所の特定がすることができたという、そういった状況でございます。その模様を徹して復旧工事を進みまして、翌23日に水圧低下など、状況は解消いたしました。今回の事態を通して老朽化した排水管の更新や、市民の皆さんへの適切な情報提供の在り方など多くの課題が浮き彫りになりました。今後関係部署において事態の検証を行いまして、必要な対策を進めてまいりたいというふうに考えております。さて、昨年の1月の30日です。私が市長に就任以来、1年5ヶ月が経とうとしております。新型コロナウイルス感染症の影響で菊川市を応援してくださっている皆さんと対面する機会を持つことが大変少ない状況でございました。そんな中、先月から今月にかけ新茶シーズンご挨拶として東京都内や県内のさまざまな企業や観光庁などを訪問しまして、日頃のお礼とそして市政情報の交換ということで行ってまいりました。おとといになりますけれども、先月ここで締結というかですね、ご紹介させていただきました営業戦略アドバイザーのお兄さんと一緒に、東京の有楽町にあります静岡県移住相談センターを訪問しまして、
確かに静岡新聞の方でもですね、報じていただいたんですけれども、NPO 法人ふるさと回帰支援センターの理事長や静岡県相談員の静岡県相談員の方と意見交換を行ってまいりました。日々実際に移住者からの相談に対応している方からの移住希望者のニーズや課題などをお聞きしましたので、今後移住定住施策にしっかりと生かしてまいりたいというふうに思います。6月も半ばに入りまして、昨日はだいぶちょっと涼しい日でございましたけれども、今日ほんと蒸し暑くなると言ったんですけど、太陽が出ないもんですから、ちょっとまだあまり蒸し暑いって感じではないんですけど、気温差が出る季節でございます。体には十分気をつけていかないということで思っておるところでございます。本日の会見では4件のリリースを行います。4件と言ったけど5件になるんですよね。はい、追加で 5件ということになります。情報提供事項も合わせまして、それぞれメディアにおきまして取り扱いのほどをよろしくお願いしたいというふうに思います。以上、冒頭のご挨拶とさせていただきます。それでは資料の1の部分ですね、令和4年度市民アンケートの結果の報告でございます。平成29年度から始まった第2次菊河市総合計画は、今年度で6年目を迎えました。これまでの取り組みが、市民の皆様にどのように評価されているかを調査し、今後のまちづくりに反映させるため毎年継続して実施しております。資料1にある2枚組の資料に概要をまとめてあります。1ページ目、1、アンケート調査の概要と回答状況ですが、4月1日から4月20日にかけまして、無作為抽出による18歳以上の市民2000人に郵送でお願いしました。回答数は1067件、回収率は 53.4% となりました。前年度と比べまして回答数は243件、回収率は 12.2 ポイント上がりました。回答方法の内訳といたしましては、郵送回答が590件、ウェブ回答が477件となりました。回答していただいた方のうち 45% はウェブ回答をご利用いただいており、昨年度より開始いたしましたウェブ回答の利便性を実感していただいているものというふうに考えております。さて、まちづくりの総合的な評価と考える2、暮らしやすさについてですが、アンケート調査結果では25ページからになりますが、住みやすいとどちらかといえば住みやすいを合わせると88% となりました。前年度から 2.4 ポイント下がりましたが、調査開始時の平成27年度から 1.6 ポイント上がりました。依然として9割に迫る高い割合が維持されておりますが、まだいろんなことをしっかりとケアしていきたいというふうに考えております。で、次に3の暮らしの実感などについてはアンケート調査結果では、5ページからになります。子育て、教育、健康福祉、産業、社会基盤整備、防災、コミュニティなど、個別の設問が39項目ございます。アンケートでは満足度と重要度を聞いておりますが、ここでいう満足度とは、市民の皆様が個別の施策に対して現状どれほど満足しているかであり、重要度とは個別の施策が市民の皆様にとってどれほど重要であると感じているかということでございます。満足度は調査開始の平成27年度から27項目が上昇、前年度より15項目が上昇という状況でございます。2ページ目に入りまして、満足度の高い項目としてはアンケートを4月に実施したということもありまして、上水道の安定供給が一番高い結果となり、次いで子育てが挙げられます。上水道の安定供給については重要度についても高い結果であり、市民の皆様が非常に大切に感じているものであるということが改めて分かりました。今後も冒頭でもお話しさせてもらいましたけれども、断水等の事故が起こらないよう引き続き丁寧に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
子育てに関する項目は例年満足度の上位を占めております。子育てしやすい街キックガーとして市民の皆様にも実感していただけると感じております。前年度に比べ満足度の上昇率が高かった項目とすると、地域における防災活動、医療や救急に関するものが挙げられます。3ページ目の重要度についてですが、高いものとしては先ほど申し上げた通り上水道の安定供給があり、その他には安全安心な暮らしに関するものなどが挙げられます。4ページ目の浜岡原発に関する意識調査では、アンケート調査結果では31ページになりますが、停止しておいた方が良いという回答が 37.8% となり、前年度から 10.3 ポイント減少しました。一方で安全が確認できれば稼働した方が良いという回答も 37.8% となり、前年度から 6.9 ポイント増加しました。長引く原油高やウクライナ情勢の影響による電気料金の値上げなど、家計に直接影響を及ぼしていることが要因だというふうに思われます。今回のアンケート調査を実施したことで、市民の皆様が感じる菊川市の良い点や改善すべき点が数字として現れました。町内全体でこの結果を分析しまして、菊川市に住んでよかったと菊川市の市民の皆様が納得感ある施策を進めていきたいと思っております。それでは2件目の資料2でございます。茶業振興、茶業振興課、それから茶業協会による取り組み、深蒸し菊川茶リブランディングプロジェクトについてでございます。昨年度末から生産者と茶商が取り扱う統一ブランドの開発と若年層に向けたお茶袋のデザインの開発を進めてまいりました。この度新デザインのお茶袋が完成しましたので発表をいたします。本日ご紹介するお茶袋ですけれども、ちょっとそこの後ろにポスターも貼ってありますし、皆さんのところにもお配りさせていただいたと思います。一応このような形のお茶袋のデザインというところでございます。お茶離れが進む、どちらかというと若い世代ですかね、可愛いって言ってくれるか、私これ可愛いという意識になるかどうかですけども、手に取ってもらえるデザインかなというふうに思います。先ほども SBS のカメラマンの方と話したら、やっぱりパッケージ大事だよねっていうのもそこでお話をさせてもらったんですけど、手に取るきっかけっていうのはやっぱりちょっとパッケージが大事なのかなというふうに思います。若い方のこう考え方とか雰囲気に合わせてこのふうにデザインさせてもらったというところでご紹介をさせていただきます。先月5月ですね、5月の7日から15日にかけまして、渋谷のロフトにてお茶の販売も行った際にも、若い世代の皆さんがパッケージを見てお茶を手に取り実際に購入していたことなどから、親しみやすく分かりやすいデザインを目指したということでございます。ロゴマークとして、茶と菊川の菊という字をデフォルメしたデザインを施しまして、SNS や店頭で見た時の感覚商品を促していきたいというふうに考えております。今後新ブランド初めての菊川茶として若い世代に菊川茶を知っていただくための取り組みを進めるとともに、専用ウェブサイトを構築しオンラインで販路開拓を行ってまいります。続きまして3件目、資料3でございます。これもお茶の関係が中心になりますけど、どちらかというと市全体の業務かなというふうに私は考えております。茶業協会、そして茶業振興課、商工観光課をはじめ多くの多様な関係機関の連携による取り組み、深蒸し菊川茶産地ツアー造成事業についてでございます。
豚汁茶発祥の地である菊川市には初代静岡県知事の関口孝之さんにより開拓された牧之原台地の茶畑において世界農業遺産に認定された茶草農法を活用して生産された高品質な菊川茶があります。今回この菊川茶をテーマとして関口孝之さんによる開拓や茶の再生工場であった赤レンガ倉庫など歴史的背景に加え茶草農法や棚による生態系との共存など先日県知事顕彰を受賞した棚田の語り部さんから直接聞いたりお茶摘みや棚田で田植えなどを体験したりそして高品質な味を味わったりこれらさまざまな魅力を体験できる体感できる観光体験ツアーが昨年度から挑戦していた観光庁の補助事業にこの度採択されまして商品化していくことが決まりました。昨年は落ちました。町内のですね横連携というのはなかなかこう役所の中で難しいところがあってやっぱりこうやっていくときにこの今回の話もそうです。お茶の話もあれば観光の話もあれば文化の話もあればというとその中4つ5つの課がやっぱりなかなか連携していかないといけないとなるとなかなかどうしてもそれをこう観光庁に出す調書というものがありましてそこにはどうしても熱い思いというのはですね中の横連携がちょっとでも少しギクシャクになるとやっぱ伝わっちゃうんですよね。今年はそれがすごく横連携が取れてしっかりと書いていただいたのかなというふうに思っているところでございます。まさにこれまでのお茶というものを売っていた取り組みから、お茶にまつわることをここにしかない価値として売っていく取り組みに変わってきております。またこの事業は菊川市茶業協会や菊川市がコラボレーションプラットフォームとなって市内に点在している観光資源や茶農家、茶商など多様な関係者とも連携して菊川茶にまつわるストーリー物語ですよね物語として一つの新たな価値として作り上げていくものと考えております。今後連携事業者や関係者によるプロジェクトの実行委員会を組織しモニターツアーの開拓や開拓やモニターツアーの開催やコンテンツの磨き上げ等を行い商品化に向けた取り組みを進めてまいります。はい、続きまして、4件目資料4でございます。今年度菊川市と深野市菊川茶を全国へ PR するため茶産地菊川ならではの広大な茶畑でインパクトのある交流促進事業茶畑の中心で愛を叫ぶと、通称ですね通称で言うと菊川茶場中という言い方の開催を計画しております。5月30日にキックオフミーティングを開催し、ついに本プロジェクトのみが本格的に始動いたしました。本プロジェクトではイベント当日の参加者だけでなく企画段階からさまざまな方法で多くの人からご参画をいただきましてというふうにいただきたいと思っております。今回の企画会議においても参加要件を設けず多くの皆様に参加呼びかけを行いました。実際に当日は市内在住者だけでなく東京からオンラインで参加してくださった方もおり今回の経験から参加いただいた皆さんが自分なりの方法で町づくりに関わっていただき町に対する誇りや愛着を持った住みよい町を一緒に作る人が増えていくのではないかと期待しているところでございます。キックオフミーティングの参加者はまずは、菊川市出身の本プロジェクトのプロデューサーを務めていただいております山名清隆さんからイベントの概要について説明を受けまして愛妻の聖地として有名な群馬県の嬬恋村で開催されているキャベツ畑の中心で愛を叫ぶに関わっていただいていますね、村役場の職員の久保宗之さんから嬬恋村での取り組みを聞いたりいたしました。その後全員で意見交換を行い感想やそれぞれの企画を共有しイメージを膨らませたというところでございます。
これもあの状況をですね、あの中日新聞さんにですね、大きく掲載していただいたところでございます。あの参加者の皆さんからは、菊川らしさを出したいと、お茶にちなんだ緑色のドレスコードにしたらどうだとか、あとあの手話を使ってやったらどうだとか、外国語なども取り入れてはと、あの外国人の比率の高い町だからということですかね。そういったさまざまなご提案をいただきました。今のちょっと手話の話をさせてもらったんですけれども、あの菊川の手話の言語、今も手話の方が今一生懸命、私下ばっか向いてるもんで上向けよって思ってると思うんですけども、あの手話の言語に関する条例はなんかこう29年の4月に作ったんですけど、県内ではその富士宮と浜松市に次いで3番目だということで、その3番目にやった時には隣の掛川市や御前崎市と、力を合わせて作ったということで、この地域全体があの、手話の意識が高い地域、高い町なのかなというふうにも思っているところでございます。あの後ろで今やっていただいている青柳さんと石川さんでよろしかったんですけど、あの確か青柳さんなんか早い段階でテレビに相当早い段階に出られている方だというのは、私はそれ間違いがあったら訂正してくださいと思ってます。で、新しい言葉って出てくるんですよね。例えばコロナとか LINE だとか、そういった言葉をどういうふうにするかっていうのを全国で6、7人の方がこうなんか決めていくような中のお一人がこの菊川に住まわれているというようなふうに、間違ってますか？あれですか？はい。というふうに、あの聞いております。そういった意識の高い中で、そんな話もこの間のところで出てきたところでございます。現時点ではあの市内外から参加者を募り、茶畑が見渡せる場所でですね、設置された叫び台から参加者がそれぞれの愛を叫んでいただき、美しくあれかな、叫んでいただきまして、美しく壮大な茶畑と、菊川市民が菊川っていうヒアリングですね、菊川とないっていう、そういう誰も含めて皆さんの、愛を叫びを受け止めるという経過ですが、今後も会議を重ねて内容を充実させまして、多くの方に熱い思いとエネルギーが凝縮されたプロジェクトにしたいと考えております。そして本市にはユニークで大胆なことに挑戦する創造性の高い人たちがいるという評判の獲得と、対外的な知名度の向上を図りたいというふうに思っております。またイベントの開催にとどまらず、関連商品の開発や、愛の政治化など、まちづくりの、化学反応が起きて起爆剤になってくれたらなというふうに願っているところでございます。で、次に最後追加させてもらった資料でございます。原油価格、物価の高騰の影響を受けて、市民事業者に対する緊急的な支援策を盛り込んだ一般会計補正予算第4号の議案を、来週6月26、23日の市議会の6月定例会に追加で提出いたします。今回の補正予算では、生活者としての市民の皆様のと事業者の皆様を広く支援する事業と、子育て世帯に対する支援事業の4事業を計上しております。各事業の概要につきましては、 1-1 水道料金軽減事業は、光熱費高騰の影響を受ける市民事業者の皆様に対し、加入する水道料金の減免補助を行うことで広く支援することを目的としたものでございます。具体的には、水道料金の4ヶ月分の基本料金を減免または補助するものでございます。 1-2 プレミアム付き商品券発行事業は、市民の家計を支援することで市内の消費を喚起し、市内事業者の支援を行っていくものでございます。当初予算ではプレミアム率を 60% として計上しましたが、 100% に引き上げることとしました。今回の増額により、事業費は約2億1200万円となります。2-1学校給食費保護者負担軽減事業と、2保育所給食費保護者負担軽減事業は、
食材費の値上がり分を公費で負担するもので、保護者の負担を増やさず量や質を維持し、これまで通りの学校給食等を実施することで子育て世帯を支援いたします。はい、以上の事業につきましては、長引くコロナでの苦労と、物価高騰を受けた家計支援策として2億1360万円を追加補正案として議会の皆様にお認めいただき、速やかに実施してまいりたいというふうに考えております。本日のリリース事項については以上でございます。ありがとうございました。